ヨハン・クリストフ・フェルスターは、ドイツの作曲家、バイオリニスト。バート・ビブラ出身。地元のオルガニストから音楽を学んだ後、1710年から、バイセンフェルスで、ヨハン・ダーフィト・ハイニヒエンに作曲と、対位法を指示した。その後ザクセン・メルゼブルクの宮廷学長、オルガニストのゲオルク・フリードリ・ヒカウフマンに学び、1717 17年に、 ザクセン・メルゼブルク宮廷楽団のバイオリニストに就任ほどなくして学士長に昇格した。1723年、プラハで行われたカール6世の米面王体幹式で、ヨハン・ヨーゼフ・フックス、フランチェスコ・バルトロメオ・コンティ、アントニオ・カルダーラ・ラウィーンの宮廷音楽家たちと知り合った。祝典では、フックスのオペラ、コスタンツァとホルテッツァをフックスと共に演奏した。 その後、シュバルツ・ルードの宮廷楽団で副学長を務めた。多くの音楽家との交流を持ち、ゲオルク・フィリップ・テレマンのターフェル・ムジーク、四重奏曲を予約購読していたことが記録に残っている。作品は、オーボエ協奏曲やホルン協奏曲が知られている。作風はシンフォニア州ではイタリア風で、序曲ではフランス風であるが、双方に、 ギャラント様式が取り入れられている。MGG2、アウフラゲ BD6S1496 から1497、<1. S 1> ハット l e b e n、e e e、s l a f u n d w e r k e a u f d e r w e b s e i t e m u s i c o l o g i e o r g ハット R のフォーチャット、フォースター、クリストフ・イン、ノイエドイチェビオグラフィ、 バンドも、ダンカーハンブロット、ベルリン1961、ISBN3 から428001869、S271F。ありがとうございます。